待機児童対策です。都知事選の公約にも掲げた4年間で待機児童ゼロ。待機児童数が過去最多を更新する中、舛添知事が打ち出した東京都の政策とは。4年間で8100人いる待機児童をゼロにする。誰でも子どもさんを預けられる、そういう保育所作りをやっていきたい。知事選で4年間で待機児童ゼロを公約に掲げた舛添知事。しかし今年4月の都内の待機児童数は8672人と、前の年に比べ555人増え、過去最多に拡大しました。希望する保育園に入れないっていうのもなかなか大変ですし、本当に仕事を持って預けたいってなった時の希望通りになかなかいかない。育休で復帰する人でも入れないということは、これからお仕事しようかなっていう人は絶対もう絶望的じゃないですか。そこで東京都が打ち出したのが、およそ32億円の都の助成金制度です。今回待機児童数の増加等の緊急課題に速やかに対応するため、補正予算を編成し、3000人分の保育サービスの拡充を図ることといたします。助成金制度では、家を借りて認可保育所を新設する場合、初期費用の8分の1を補助するほか、都の基準で運営される認証保育所については、定員を増やすための増築を行う場合に、都と区市町村で合わせて改修費用の2分の1を補助するなどというものです。都が昨日発表した長期ビジョンでは、こうした自治体への補助金などを拡充させ、2017年度末までにおよそ4万人分の保育サービスを確保するとしています。しかし都のこうした動きに対し、東京都の子ども子育て会議の委員の駒崎博樹さんは、保育士不足が一つの大きな問題、試験の回数を増やすことが求められると主張します。実はですね、今のボトルネック、保育士不足なんですね。人材ですね。人材が不足している、うん、でそこをですね、その理由の一つが、実は保育士試験って1年に1回しかないんですね。これだけ不足しているにもかかわらず、供給は1年に1回しかないという状況。しかし国がたまりかねて、特区においてこれを2回にしようということを先週決めました、はい、それで手を挙げたのはどこだったか、うん、神奈川県だったんですね。神奈川県、はい、なんで東京都がやらないんだと、これ東京都も手を挙げなきゃいけないでしょうと。そして保育士数を増やしましょうよと。東京都は、これまで試験の2回化については国に要望してきた。国家戦略特区の制度の詳細が決まった段階で最終決定をしたいとしています。待ったなしの待機児童対策。補助金だけではない東京都の積極的な姿勢が問われています。では都政担当の風戸記者に聞きます、はい、VTR に出てきました保育士試験の2回化ですが、はい、これはどういった制度なのでしょうか。はい、この2回化という制度はですね、待機児童解消に向けて国が特別に設けようとしている制度なんですけれども、はい、その名もこちらです。地域限定保育士という資格なんですね、はい、これはですね、保育士というのは国家資格で、試験は年に通常1回なんですけれども、うん、その1回で8科目全部合格しないといけないんですね。1回で8科目全部、1回ではなく3年間で8科目全部合格しないといけないんですね、はい、ただこの試験を年に2回するという、チャンスを2回増やすことで、促進させていこうという仕組みになっています。また地域限定ではあるんですけれども、その地域で3年間働くことができれば、こちら3年後は全国で働くことができるという仕組みになっています。なるほど。ただこの制度は、地域を指定した特区での実施になるわけですが、はい、東京都の反応というのはどうでしょうか。はい、実は東京都はかなり慎重な姿勢を見せています。2回化についてですね、昨日舛添知事に話を伺いましたのでご覧ください。自治体の中では神奈川県が先んじて手を挙げて、ているような状況なんですけれども、これに対しては東京都はこう手を挙げていくっていう、それはね、抜本的な解決策にならない。だからもうあり手に言うと、国金ないから地方金出せということなんですよ。だけど少子化政策対策っていうのは、安倍政権が錦の宮でやるなら、ちゃんと中央政府が、日本国政府はちゃんと金出せということに尽きるんですよ。だからこれは機会あれば
総理に間違ってますよってことを言いますよ。それはもう根本は国が金出したくない、地方に金出させる、でそんなことのために特区使っちゃダメですよ。だから特区うまくいかないじゃないですか。華々しくなくなったじゃない。で地方創生になったら今度地方創生が言ってる、そんな政策グラグラしてるんじゃダメだってことなんです。加藤さん、これは舛添知事はこの試験の2回化にはかなり否定的な立場ですね。そうなんです。舛添知事、この制度の最大の課題というのがそもそもコストを誰が負担するのかが明確ではないということを言っています。でその例えばですね、試験の運営費なんですけれども、2回行えば試験会場の例えば確保する費用ですとか、はい、人件費など試験のコストが上がるわけですよね。その場合の運営費をじゃあ誰が負担するのか、受験生なのか自治体なのか、はたまた国なのか、今全く明確ではないんですね。そういう中でその東京都が手を挙げづらいという状況が生まれているということですね。そうなんですね。東京都の言い分としましては、特区を活用して、特区を言い訳にしてですね、自治体に負担させようとしていると、それは勘弁してくださいっていうことなんですけれども、ただですね、こちらの数字ご覧ください。およそ2万8000人という数字なんですが、これは東京都が4万人分の保育サービスを4年後ですね、提供するために必要な、新たに必要となる保育士の数なんですね。で2万8000人必要ということなんですけれども、年間の新しく資格を取得する人、都内で4000人から5000人しかいないんですね。これ単純計算してもですね、なかなか今のペースでいくと必要な保育士数満たないんですよね。そこでじゃあ東京都はじゃあどういう対策を今打とうとしているのかといいますと、これまで資格を取っているけれども保育士になっていない人、これをいわゆる潜在保育士というんですけれども、その潜在保育士というのは、人々が結構多くいるということで、例えばそういった潜在保育士を掘り起こしていく、待遇を改善するなどして働きやすい環境を整えていこうということで、そういったことで保育士を増やしていこうとしているんですよね。ただですね、確かにこの保育士の試験を2回にするという制度自体は誰がコストを負担するのかというところが全く明確になっていないので、これは東京都慎重になるという気持ちは分かるんですけれども、その掘り起こしだけではなくてですね、同時に保育になりたい人を試験を増やしていくことで、保育士を増やしていくこと、つまりこういったコストこそ、東京都が積極的に補助していくべきなのではないかなと思います。わかりました。